先ほど障害者雇用の人数とか状況を教えていただいたんですけれども、種別とかでいくと、はい、身体障害を持たれている方が8名で、精神障害を持たれる方が8名ということで、50-50 ぐらいの割合で採用はさせていただいています。もともとその、身体障害の方々を採用というところはできてはいたんですけれども、なかなか精神障害の方を雇い入れするというのは難しいというふうに言われていた業界ではあるんですけれども、精神障害の方々も採用するという形に今はなっています。ちなみに男性と性でいくとどんな感じですか？ちょっと古いデータにはなってしまうんですけども、はい、男性で、7名女性で9名ということで、ほぼ男性と女性の比率っていうのはそんなに変わりないような形での採用という形になっています。で、我々は事務職で、最近障害者の雇用というのが非常に多かったんです。もともとは我々がやっているその技術系のお仕事で、障害者を持たれている方が活躍されていたというところ、あったんですけれども、今は事務系の方々が10名で、技術系が1名、派遣スタッフの方で5名といったような形の比率になっています。ですので、事務系の障害者の方の雇用数というのがかなり増えてきているかなというところですね。先ほどのお話の中で職場の年齢層が少し高いかなっていうふうなことをおっしゃったんですけど、障害者雇用でいくとどうなんでしょうか？年齢層で言いますと、事務系の障害を持たれる方の雇用っていうのはすごく年が浅くって、で、積極的に事務系の障害者の方を採用っていうのを進めたのが3年ぐらい前になりますので、3年以降は進んでいるような状態になっています。あと、その中にも実はその10年以上、弊社の方で働いていただいている方もいますので、結構長い間勤務されているという方も、いらっしゃいます。特色で言いますと、派遣のスタッフの方で、障害を持たれている方も採用しているので、こちらの方についてはやはりその元々の契約が短いので、2年以内に退職されるというケースが多くなっています。10年もそうですね、10年、ぐらい、働かれる方もいますね。先ほどなんかその面談も結構その入られてから定期的にされてるっていうのがお聞きしたので、そういうところも10年の事務系の仕事の同じ作業の繰り返しっていうところもあるので、できるだけ長く進めていただければというふうには思っているんですけれども、結構ステップアップとかより専門的な仕事をしたいという方もいらっしゃって、例えば社労士になりたいよとか、経理極めたいよという方については、実はその我々の会社でそこのお仕事が準備できない場合は、他の会社さんでやりたいということであれば、積極的にそこを言っていただいても構わないかなというふうに思ってます。ここの会社にいれば全てのことができるっていうところでは、当社もその求めるその、お仕事がありますので、我々の方で準備できないところがそこに行きたいのであれば、ここで経験したものを持って次の会社にステップアップしていただいて、我々の方は処方の仕事をしたいよとか、まだ事務経験ないし履歴書を出してもなかなか通らない、でもその事務職になりたいっていうのはどこかに行かないと経験というのは積めないので、そこの仕事は準備できるので、ぜひ我々のような会社を利用していただいて、まず1年間経験しましたとか2年間経験しましたというその履歴書の内容を持って次の会社さんにも行っていただくというのも全然それは構わないと思ってますので、ぜひ我々の採用できる仕事のところを使っていただければいいかなと思います。すごい、そうしたら未経験の方で事務やりたいっていう方からしたら、本当にその辺っていうのは何て言いますか、ありがたいというか。そうですね、今回実は、この次に雇いをするっていうところが、別な事業所であるんですけれども、今回の採用も実は未経験の方を、3年ぐらい経験した方よりも未経験の方を入れさせていただいて、その方にいろいろと勉強していただく、で応用力がつけば多分別な会社に行きたいよっていう、そういう気持ちが芽生えれば他の会社でまた経験していただいたらいいとは思うんですけども、処方、誰も、今仕事のこう合間にやってる仕事っていう、例えばコピーを取るとか、スキャナーを取るとかいう仕事でもいいんですけれども、それもやっぱりコツっていうのがあって、
それをまあ経験していくためには、そういう仕事が準備できている会社さんに行って、そこで経験して、次の会社ではそれはこうやったらできるよねみたいなことをまあ知りながら仕事をすると全然違うと思うので、やっぱり省の仕事を経験するために我々の会社を使っていただいたらいいのかなと思います。そうですよね。そのアイワークスでもいろいろ訓練はするんですけど、やっぱりその現場でできる、実際入社されて先おっしゃったことをできるっていうのは全く全然違うもんだと思う。それもなんかそのいろいろコツとかがあるっていうふうにおっしゃってたので、まさにだと思います。以前に質問した時に、柔軟性があればどんな仕事が来ても、はい、やっていけますよ的なことをお話しいただいたかなと思うんですけれども、はい、そうです。その与えられる仕事というのは、まあ、選ぶのはもちろん、ね、大事だとは思うんですけれども、私ももともと土木の現場にいました。で、土木の現場だと外で仕事をしてますので、ちょっと体調が悪くなって中の仕事になりました。で、今度中に土木の会社にいながら、この中の事務職っていうところに行った時には、今度システムですね、プログラミングをしたりとか、まあ、業務用のシステムを開発したりというところのお仕事っていうのをさせていただいた、まあ、これも全然違うお仕事になります。もともとそれに興味がなかったということではないんですけれども、まあ、興味があった仕事で良かったんですけれども、まあ、そういう仕事もしました。で、まあ、勤務地が少し遠いというところもありましたので、おじの会社に、まあ入れていただくことになって、おじの会社は事務系の仕事しかなかったので、まあ、事務系のお仕事をさせていただくというところになりましたけれども、やはりこのどのお仕事に、携わるにしても、やっぱりこう言われることに対してこう何でもこう拒否感を持つんではなくて、柔軟に全てを受け入れて自分ができることを考えて一つずつまあやっていくというのが大事なのかなと思います。で、日本技術センターというところのまあ会社に今はいますけれども、まあ、ここでもすごい幅広いお仕事をさせていただいてまして、いろんなまあ勉強もさせていただいているというところもあります。今回精神発達障害者仕事サポーターというところの、まあお仕事とかいろんな講習を受けたりとかいうので勉強させていただいてるんですけれども、やっぱりこう今までそういうところに携わることってなかったんですね。まあ、発達障害っていう言葉は聞いたとしても、その方々がどんな症状を持ってどうなっているのが発達障害なのかというところの基本的なところも勉強させていただいたというのもありますし、その方々が今度仕事をするというところになると、どういう我々がケアをしていかないといけないか、でそれを目に見えるようにやっていいものなのか、それとも隠れた形で影からバックする方がいいのかとかいったところも、こういう勉強させていただくと非常に知識をこういいいただいて、よりお仕事でこう活用できるっていうのが増えまして、精神とか発達障害の方をこういう症状があるんですよっていうふうに聞いてはいるんですけども、そのことが健常者と言われる方々についても同じようなことが結構当てはまって、やこれは発達障害だからこうですよっていうのではなくって、実はその皆さん共通で持たれているものであって、まあ、その区別をするしないというのではなく、この経験が人々が考えていることをどういうふうに自分に生かそうかなっていうところとか、聞いてあげようかなっていうのに、まあ、助かっている知識に今はなってます。ですので、ぜひこの精神障害でも発達障害というところの内容というのは、皆さんに勉強していただきたいなというふうに思ってまして、我々の会社でも実はその、障害者雇用というのを、まあ、これからもずっと続けていかないといけないで、受け入れる方の会社として、その精神障害とはこういう方々ですよ、でこういうケアを知っていきましょうねみたいなことを研修して皆さんに知っていただこうかなというのを今準備してまして、皆さんにこう分かっていただこうというふうに思っています。まだまだ我々の会社でも理解が少ないので、物の言い方とか、仕事の成果をこう出していただくときに、やっぱりこう少しずつ間違えたりとかいうのがあるので、まあ、その人それぞれの特徴でもあって、それを認めてあげないといけないっていうのがあるんですけど、やっぱりこう返し方がちょっときつくなったりとかいうのがあるので、まあ、そういうところの勉強会っていうのは我々の方でもちょっと準備させていただいてやろうというふうに思っています。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では、石田さん、はい、はい、株式会社日本技術センターの PR を、PR、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、我々姫路を中心とした機械設計の会社というところで今
寄付活動はさせていただいてるんですけども、実はその東大阪の方でやってた人材派遣の、ね、事業してた会社を、買収して、まあ、一緒になってます。で、まあ、シエタ知ってみれば人材派遣事業っていうのは結構多い、会社となってます。で我々まだまだ未熟な会社でして、障害者雇用というところに関してもまだまだ理解度は少ないのかなと思います。ただ東になりますけれども、まあ、初歩的なお仕事を、まあ、提供させていただいて、未経験の方でぜひ事務系の仕事をどんどんやっていきたいという方を、まあ、募集していますので、事務経験がないからちょっとここは諦めておこうかなとかいうのではなくて、面接とかでも必ず事務経験ありますかっていうふうに聞かれて、事務経験ないですって言ったらその時点で、まあ、落ちるっていうところがあるんですけど、我々の方はそういう事務経験ないですよということで落とすことはなくって、事務って何をするのかっていうのをまだわからない間にこの事務経験ないから落とすっていうのはちょっと違うなということで、事務経験をしていただいてそれが自分に合っていればもちろん継続して勤務していただいたらいいですし、いや事務じゃないよと、自分はもっと技術系の仕事がしたいんだということであれば技術系のことをしていただいてもいいとは思いますので、我々の会社というのはそういう事務経験未経験者の方も活躍できる場を提供できるので、ぜひそういう一度はやってみたい、事務をやってみたいというような方が、まあ、来ていただければ、はい、いいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、では今日は、株式会社日本技術センター、岸田和成さんに、はい、お話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。